はい、創作折り紙作家のたーちゃんです。今回はこちらね、かわいいちょっとタツノオトシゴを作りました。でね、このようにね、こちらね、普通のダブルスクエアリーズ2を使ったんですけど、こちらを使ってここ下そのまま敷いて、でこのようにね、こういうふうに好きなようにね、以前のね、このイソギンチャクや海藻とかもね、こういう風に飾ったりして、で前にね出した熱帯魚とかもね、ちょっとはみ出ますけど、まあこんな風にね飾ったりして、まあ楽しんでください。こちらのね、海の生き物たちのこういう作品たちは概要欄に載せてるので、ぜひ見てみてください。では始めます。はい、それでは折り始めます。まず 7.5 センチからです。こちら白を上にして、はい、こちら向きにして三角に半分に折ります。はい、ちょっと仮止め程度にここちょっと塗り付けします。はい、そうしましたら上のこの角をちょっとこのあたりこう、この下の縁から1センチちょっとあたりで、このあたりでも折ります。はい。そうしましたら、今回はちょっと待ってくださいね。こういう感じにして、こちら左向きにしたいと思うので、ちょっと裏返しまして、その前にちょっと塗り付けします。はい。ここ塗り付けしますね。で裏返してこの向きにします。でこちらが背中になります。でここをこういう風にね、ちょっと待ってくださいね。そうですね、裏返したらここ1センチ空くぐらいで、このように折ります。はい、そしたらまたここね、少し裏側にこういう風に折ります。もうちょっと上でもちょっと裏返しますね。そしたら少しちょっとここが、はい、ここね5ミリぐらい開くように折ります。そしたらここの角もちょっと細かいんですけど、横に折ります。こういう感じで、ちょっとここね難しいんですけど、細かくて、そしたらここを最後ね、ちょっとここ折ったところを少しのり付けしてください。でこれ折りましたら、ちょっともう一度裏返して、ここ1センチちょっとこのように折り上げます。でのり付けします。そしたらこんな形ができます。ここもね、ちょっとのり付けして固定させましょう。はい、次頭折ります。はい、色を上にしてこちら向きにして三角になるように縦横半分ずつ折っていきます。はい、向きを変えまして、今度は四角にして縦横半分に折っていきます。はい、では両手で両端を持ってね、こちら輪っかを上にして指でしっかり持って指同士がくっつくように寄せてから畳んでいきます。はい、これで正方基本形はできてます。はい、そしたら1枚めくりまして、ここ角から1センチ1センチで、ここを支点にこう斜めに折ります。ちょっとややこしいですけど、こういう感じで斜めにちょっと
簡単にちょっと折ってからこのように折ります。でね、ここはしっかりこうちゃんとねまっすぐなるようにして折っていきます。でちょっとねここ上になっているのでちょっとずつずらしていってここ真ん中になるように合わせます。はい、こういう風にねなるべくここ、この角とここがね真ん中になるように合わせます。でそしたらちょっとここめくりましてここの角を内側へ少し折ります。はい、そしたらもうここはのり付けしてください。よいしょ。反対もね同じようにしてください。こちらね、でまあ右向き、こちら左向きか、左向きにする場合はこのままこういう風に折って、まあ右向きにする場合はもう反対にこう折ってみたいにしてくださいね。ちょっと今回左向きなんでこちらにしてのり付けします。そしたら次こちらをめくりまして、また同じようにちょっとね少しこのように本当は先ほどより少しねここ長めにしてちょっとこのように折りたたみます。で少しちょっとやっぱり出るようにね、ちょっと出るようにします。大変ですけどね、ここ。はい、でちょっとここをクッとここ曲げます。はい、こんな感じでね曲げます。でちょっとねここは広めに取っといてください。これぐらいこんな感じにします。でここをちょうどめくってこちら側も内側へこのように折り込んでこういう感じで出します。もうちょっとまっすぐな方がいいかな。こういう感じにします。よいしょ。こうですね、こうします。でここものり付けしちゃいます。あとは上と下を裏側へ少しこのように折ります。こんな感じでね折って丸みをつけます。でのり付け、裏側のり付けしてください。あ、これ戻っちゃってる。はい、これで頭は出来上がりです。ちょっとここ難しいです。はい、次は 1.5 と3センチです。こちら白を上にして半分に折ります。はい、では戻してのり付けして貼ります。はい。そしたらこちらね、このようにちょっとね、こういう感じで5ミリか7ミリ程度折ります。でこちらは少し細かいですけど折ります。でここを開いてのり付けしてください。すごい細かくて申し訳ないです。はい、そしたらねこんな感じのヒレができます。同じものをもう一つ作ります。はい、では組み立てていきます。頭なんですけど、ちょっと待ってくださいね。このあたりちょっと軽くここをのり付けして、頭ですね、こちらがこういう感じになります。ちょっとねちょっと短くなっちゃいましたけど、はい、こういう感じになります。はい、そしたら今度はこのねヒレ、
横にヒレつけるんで、ちょっと一回表側のこの端っこをのり付けして、こちら側へのり付けします。で、今度はね、こちら今度は裏側のこの端をのり付けして、このあたりにつけます。はい、そしたら今度このヒレにちょっと線をボールペンで書いてヒレらしくします。でね、お腹もちょっとこの辺に線を入れたらいいと思います、アクセントでね。で、あとはこの8ミリのマルチール黒なければ別の色を黒く塗ったものをここにペタッと貼ります。で、ホワイトマーカーでこのように最後丸を書いて、はい、これで出来上がりです。はい、反対向きもね、同じようにして、まあこちらが背中にしてね、こういう感じで折ります。はい、こういう風になってますですね。はい、そしたらまたこういう風に同じ要領で折っていきます。ちょっと細かいですけど、ちょっと今回のり付けをちょっと一部だけ省略します。そしたらね、こんな形もできます。はい、ではね、こちら反対向きの頭も先ほど説明したのでね、組み立て方はもう同じです。こういう感じで、はい、で、こちらは見てくださいね、よいしょ、これですね、あ、こっちかな、ここかな、ちょっと待ってください。こういう風にして、で、あ、こっちだはい、こういう風にして先に目を貼ります。マーカー目を描きます、はい、そしたらね、こちら反対側も出来上がります。はい、よかったら作ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。